今日は伊勢市役所に地元の高校生11人が集まり、フランス出身で志摩市に住むアーデル・ジルダスさんからフランスの地理や食文化、学校制度などを学びました。ジルダスさんは7年前に来日し、フランスを日本に紹介する活動を続けていて、高校生から日本の好きなところを聞かれると、伊勢志摩の海が好きと答えていました。伊勢にいっぱい外国の人がいるってことを知れて嬉しいなって思いました。やっぱり僕は学生なので、フランスの学校の文化の違いだったりというのはやっぱり一番興味深かったです。 G7 交通大臣会合は今月16日から志摩観光ホテルで開かれます。